馬将の乱は五冠末期の188年に発生した駅州での反乱である。反乱自体はすぐに平定されたが、その後に赴任した駅州牧の龍炎は駅州での自立を目指し行動し、騒動は馬将らの滅亡後も続いた。184年に起こった黄金の乱は、狩猟の聴覚の病死により急速に勢力を失って平定されたが、 黄金の残党による徴領はその後も続き、平州市氏の徴儀が各府都市に殺害されるなど深刻化していた。駅州では当時の駅州市氏の客権は重税を取り立て、遠騒の声が上がっていた。そこで客権は朝廷の命で逮捕、更迭されることになり、留園が派遣されることになった。しかし、その前に駅州でも、 黄金軍の残党と称する族が放棄し、馬将と長荷らは客権を殺害して落城を落とした。馬将らはさらに、面築、植軍、伊達ための三軍で騒動を起こして、略奪を繰り返していた。馬将は、友も軍大使も殺害し、天使を自称するまでになったが、液衆十字の下流によって殺害された。菅の後続の一人である隆縁は、 駅州出身の学者の豆腐より、駅州に天使の気があるとの信言を受けていた。それを信じた龍猿は皇帝の霊帝に対して、精廉な重臣を選んで、軍権を持つ州牧に任じるべきと建議して認められ、188年に客権の鋼鉄を受け、駅州牧に任命された。龍猿は下流らに迎えられ、駅州入りした。龍猿は駅州に入ると、 内容や三タスクの軍から騒乱を避けて、職に移住していた民衆数万人から兵士を選抜して、自分の支配下に組み入れ、東周辺と合した。そしてこの兵力を背景にして龍猿は、チクを居城にして、益州の在地豪族を恩賞を与えるなどして、懐従した。龍猿は、中央政権からの独立構想を目論んでおり、中央と液州を結ぶ中軍にの、 教祖である長老を派遣した。長老の父の長治は、黄巾の乱の時に、冠中軍で反乱を起こしており、この地はト戸米道の信者が多かったからである。長老は、冠中軍大衆の素方を攻撃して征服し、初と中央の交通を絶った。そして、龍炎はこれまでの怪獣策を、改めて強行策に切り替え、復従しないまたは、 反抗的な豪族の大みな利権らを処刑した。自らの入職を迎えた、下流も反乱を起こしたとして死刑にした。劉炎は東宅暗殺後の混乱に乗じて、検定がいる長安を襲撃しようとしたが、李格らに大敗した。この時、劉炎の2名の子が殺害されるなどの打撃を受けた。194年、劉炎は失意のうちに死去し、息子の劉将が後を継いだ。 すると、龍園の時代は服従していた長炉が自立しようとしたため、龍将は長炉の母と弟を殺害。これに長炉は激怒し、以後は群友として龍将と争うようになる。ありがとうございます。